粉チューブからのお知らせです。粉チューブを見ていて、動画に出ているあの人に質問したい、こんな動画を作ってほしい、第五人格のあの人の動画を見たいなんて思ったことありませんか？そんなあなたのお悩みを解決するために、粉チューブ公式ツイッターを作りました。公式ツイッターについて、粉チューブへ質問がある場合、プロフィールに書いてある URL から目当ての人へ質問してください。動画への要望は固定ツイートのリプ欄に記入してください。また粉チューブは動画投稿の依頼も受け付けています。動画を出してみたい方は DM まで。編集サムネイルは粉チューブがしますので、興味のある方はぜひお気軽にご連絡ください。 Twitter のフォローよろしくお願いします。それじゃあ早速本編へどうぞ。こんにちは、編集担当です。今回マモルさんの動画ですが、まず最初に注意事項を読み上げていきたいと思います。注意事項だと思います。はい、今回試しに声やりですが、文字起こしじゃなく字幕解説を入れてみました。もちろんちゃんと解説しているところは文字起こしする場面もありますが、雑談気味なところは音声オフな方でも楽しめるように、私が詳しい解説などを入れておきました。このような試みは初めてなので、いろいろと見にくいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。それでは試合の方に行ってまいりましょう。こんにちは、脱いで守です。今日はここで一句っていうか、みんなに名言を授けたいと思います。もし自信をなくしてくじけそうになっても、いいことだけ思い出せばいいです。そしたら愛と勇気が友達になってくれるはずなので、ってことで解説していきたいと思います。協会のウィル戦で、このウィルの方 S ランクなんですけど、本当はウィルじゃなかったら北壁とかって回さない方がいいんですけど、壁壊しておけばウィルに対して相当強く出れるので、僕は割と北壁とか南壁とか結構回しちゃいます。で、どっから来てるか分かんなくて、ちょっと結構際どくなっちゃうんですけど、さっき作っておいた窓枠のおかげで、針を食らうのを遅らせられてます。で、加速で一気に来ると思わなくて 0.5 食らっちゃう、 0.5 針1本食らっちゃうんですけど、ここ入れ替わってくれて、で、ここで相手の特質が感謝っていうのがつけたので、感謝から離れるように罠踏まないようにっていうのを意識して、距離を離していきます。で、ここどうせ車輪モードになるって分かってたんで、ここでは板倒さずに板は温存していきます。なんでかっていうと、板割られちゃうからです。車輪モードだと。で、入れ替わったタイミングで板を倒すといい感じになるんで、で、ここで室外剣使って距離離していきます。で、罠が怖かったので、ちょっと変なルート通っちゃってるんですけど、まあ、ここもよくステイ見て、で、罠構えながら歩いてるのも見えてるので、ここはよくステイを見て動きます。で、このルート通ってる時に考えてたのが、もう一個罠があって窓枠に対して出してくると思ったので、ここは罠を出すタイミングで方向転換して別の窓枠に向かいます。で、傲慢の、あれで溜まった指パッチンで1ダメ分食らっちゃったんですけど、まあ、ここでタゲチェンされるし、指パッチンでの一発ならまあもう防ぎようがないので、まあ、ここは全然いいと思います。で、この時点で暗号機が残り2体か、まあ、3台上がってるので、今のチェイスで全然勝ちムーブですね。初動はだから、こっからでもウィルだったらひっくり返される可能性あるんで、あんまり気抜けないんですけど、まあ、ここも窓枠多い北ゲート回して、もしハンターが来たとしても、まあ割と打開しやすいポジションなので、まあウィル戦に関しては、追われたくないキャラとかっていうのは、窓枠多いところ行って、で、追われてもまあ伸びるだろうっていう傭兵とかオフェンスとかっていうキャラは、まあ危ないとこ回しても全然罠とか打開できると思うんで、それは人それぞれだと思います。古池や買わず飛び込む水の音、脱いで守るはマジかっこいいってことで、ここで一句読み上げさせていただきました。
で、これ調光子ダウンで、バッツマンが粘着入ってんのかな。で、傭兵のレカペかな、レカペが8割近く回ってて、北ゲートがもうそろ上がるので、まあ、ここは強気に回しちゃいます。で、これタケチェンされるんですけど、なんかもう上がると思ってて、ただなんか上がると思ってたけど全然上がらんかったみたいな感じです。多分感謝置かれてるんですかね。多分感謝置かれてるかなんかで、だいぶ解読が遅かったんで、新規回そうかなとも考えたんですけど、ちょっとめんどくさかったんで、なんだっけ、針だけ抜いて、あれしました。レカペに突っ込むっていう判断にしました。ありがとう。あ、傭兵がダウンしちゃったんか。まあ、これはしょうがないですね。その相手も S ランなんで、めちゃくちゃうまいんですよ、ハンターも。だからなんか、サバのミスっていうより、もうなんか、ここまで来るとハンターがうまいっていう話になってくるんで、なんか割としょうがなかったりはするんですよね。で、ここはなんか調光師が手を貸してって言って、その調光師の方は安牌取ろうとしてるんですけど、僕はレカペもう2人でご利用すれば上がるなって思ってたんで、2人でご利用して残り1割、まあ、ここで針食らったんですけど、入れ替わる頃にはもう通電するので、通電してなんとか僕は袋を貯めて調光師につけたいなって。でもこう判断ミスしたんですけど、感謝置かれてる中で、その感謝で見つかってる範囲内で袋をつけちゃったので、秒で僕にタケチェンされるんですよ。いや、ここはちょっとミスりましたね。まあ、正直ここで僕入れ替わられて、その食らっちゃってももう無理なんで、なんか袋あってももう無駄になるんで、そのさっきは調光師につけたのは、調光師がもうなんて言うんだろう、この車輪状態じゃないと状態で追われてたのでつけたんですけど、車輪状態になれたらもう正直どうしようもないんで、ウィルに関してはまああれです。こっからは騎士会入ったりなんやかんやして、まあゲート出れたらいいなみたいな感じです。なんか鬼没ビルだと初動早まったりするんですけど、感謝ビルだとあのダウン放置もめちゃくちゃ強いし、暗号気圧もかかっちゃうからだいぶ めんどくさいんですよ。どっちが強いかは分かんないけど、まあ感謝のおかげで僕のファーストチェイスが伸びたっていうのもあるんで、まあ一概には言えないですよね。まあ、僕ウィルチェイスめっちゃ得意なんで、なんかうまいこと勝てそうです。で、ここで戻ってくのか戻ってこないか、戻ってこなくてハンター北限直行してて、まあみんなが出れるってことでハンターさんが投稿してくれました。紳士淑女の皆様、この度はヘイチャンネルの動画をご鑑賞いただき誠にありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また他の動画もおすすめとなっておりますので、ぜひご覧ください。それではあなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ、どうか神のご加護があらんことを。